そいつらを勝手に呼ばれちゃ困るんだ。ちょっと、あなたは誰ですか？私。そう、あなたです。私はここの研究システムをちょいと拝借してガイアメモリーを改良しようとしている怪しい者です。怪しいって、ガイアメモリーを改造？君に説明しても始まらないね。さあお前たち、実験材料の捕獲に行ってこい。そうじゃ。その最初の実験材料。みんな仮面ライダーも呼んで。せーの、仮面ライダー。わかった、リヴァイ君。誰だ？アクセル。ヘル。セル。ここ数日続いている人間蒸発事件のために。お前です。だから誰だお前って聞いてんだ。質問しているのは俺だ。何だと？メモ、せっかくだから教えてやる。俺は超常犯罪捜索のゲルマ、マトの名をフュートの仮面ライダーアクセル。お前が刑事、しかもライダー。へえ、いいだろう。俺たちのビジネスも邪魔をするっていう、消えてもらうため。みんな一緒に応援するよ。せーの、頑張れ。みんなもう一度、せーの、頑張れ。クリーンさん、スチーム。やるね、刑事さん。でもその力どうやって手に入れた？俺に質問するな。さあ、君は向こうへ行ってよ。はい、ありがとうございます。おいおい、俺たちも緊急だよ。困っちゃうな。それじゃあこっちもこいつの力を借りるとすっか。ガイアメモリー、やはりそうか。お前もどう？そんなことだと思っていたよ。それじゃお前が事件の容疑者ってことは確定だな。黙れ、行くぞ。これで心置きなく倒すことができる。一気だな。アクセル、みんなの声聞こえる？一生懸命応援してくれてるわ。だから頑張って。家族を死に追いやったドーパントとも、そしてガイアメモリーを作っている奴らを。そんなことは俺の知ったことじゃない。絶望のコールで連れてってやる。みんな大きな声でいくよ。せーの、ガイ。やってくれたね。でもよ、絶望のコールがあるのはお前の目の前だ。お前の相手はこいつだ。仮面ライダー、仮面ライダー。
どういうことだ。全てのパワーは俺たちミュージアムが司る。お前たちライターの力もだ。何？手加減なしだ。やれ。アクセル、頑張って。どうした？そろそろ大丈夫。みんなお願い、アクセルに力を送って。せーの、あー待て、とどめはこの俺だ。翔太郎、テビリ刑事が苦戦している。何？リップ、お前どこにいるんだ。変身行くよ。ちょっと待て。待てない。何？お前のピンチを教えてくれ。俺のピンチ？なんだなんだ、また違うやつが現れた。誰だお前？俺たちは二人で一人の仮面ライダー、仮面ライダーダブル、ファング、ジョーカー、ヒラリ。さあ、あいつらに俺たちの力を見せてやるぜ、ビッグ。オフコース。なんだよ、せっかく赤いのを倒せると思ったら、ここはお前たちに任せるぜ。好きなようにやってくれ。逃がさん、ダブルが駆けつけてくれるわ。さあ、会場のみんなも力になるよ。せーの、ダブル。じゃあ、倒すな。テルイ、集中しろ。翔太郎、やっぱりこいつら異次元からやってきたライダーたちだ。何？異次元？リエンドライバーというガジェットが持つ機能で呼び出されたライダー。それじゃあ、あの依頼は本当だったっていうのは。そういうことだね。なんてこったい。戦後少し俺の生きがこれで終わった。翔太郎、決めるよ。好きにやれ。やるな、探偵。こっちはこれだ。エンジンブレード。で、逃げられたか。あ、アキコちゃん。今グリーンランドに来てるんだけど、少し経費を出してくれない？うん、翔太郎も一緒だよ。いや、それにしてもさ、遊園地って実に興味深い。何話し込んでんだよ。変われ、ピップ。あんたか？ああ、あの依頼は本当だった。そうだ、世界の破滅の話だ。翔太郎、ここの乗り物の数は日本で一番なんだよ。ぜひ全てを制覇したい。ピップ、それは事件が解決してからだ。いいな。ヒラリ、どういうことだ？数日前に差出人不明のメールが届いた。この世界とみんなの世界を救ってくれって。そしてディエンドライバーってのを取り返してくれたとよ。報酬はディエンドライバーを持ってるやつのとっておきのお宝だそうだ。みんなの世界、お宝。いまいちわからん。僕もそれだけじゃ絞りきれなかった。でもあいつらを見た時に確信した。仮面ライダーは他にもいると。翔太郎、もう変身を解除するよ。ちょっと待って。まあいい、俺はあいつを追うだけだ。じゃあ、おい、てめえ。ああ、行っちゃった。よし、それじゃあここは僕がハードボイルドに決めてみよう。やあみんな、元気ですか？いつも僕たちを応援してくれてありがとう。
みんなの声援がこの体に激しく吹き込んでくる。まるでフルートに吹く風のようにね。今日もしっかり応援してくれ。これは僕からみんなへの依頼だ。報酬はアキコちゃんと相談しておくよ。それじゃ。おいおい、どこがハードボイルドだよ。翔太郎には言われたくないね。なんだとこの。噂通りのすごい武器だぜ、こいつは。こいつを使えばライダーを全て自分のものにできるってわけか。すげえ。キャー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 。それぐらいにしては。ああ、これはお父様。お前にお父様などと呼ばれる筋合いはないか。お前が持っているその武器、ディエンドライバーは私が手に入れさせた大切なものだ。勝手な使用は罰則ものだな。ああ、すいません、あの時の仕事を奴らに邪魔されてつい。以降気をつける。さもないとお前にいいことはないからな。お困りのようだが。誰だ。お前の夢を叶えてあげるサンタクロースってとこかな。はあ、この季節にサンタなんざうさんくせえな。どこにいるんだ。ほんとごめんね、契約してもらわないと姿が出せない。悲しい宿命なんだよ。さあ、俺を助けると思って望みを聞かせろ。望みね。そうだ、あの赤い仮面ライダーをやっつけてくれ。赤い仮面ライダーをやっつけてくれ。わかった、契約成立だぜ。契約を済ませても平気とは、さすがにただの人間とは違うということだな。さあ、さっさと契約を遂行しろ。わかっているよ。ああ、仲間をちょっと借りるね。ああっと、願いが完了の時は報酬をいただくからね。よろしく。報酬聞いてねえぞ。ちょっと待ってくれ。おい、そっちから出てくるってどういうことだ。狙いは？まあいい、行くぜ。ウロチョロとうるさいやつだ。気がついていたのか。ああ、みんなが教えてくれていたからな。みんなありがとな。それじゃあ真っ向勝負だ。行くぞ。おい、ほら、てめえ戦う相手を間違えんじゃねえぞ。何、その通り。俺、久しぶりに参上。貴様、天狗。
邪魔すんな。お前のライダー、またね、歩いて。でもな、一番愛されてるライダーはこの俺だ。よく覚えておけ先輩。一番愛されてるのは僕なんじゃない。ほら、カメ、混んでる。猿王の独り占めはあかんで。熊子、こんな時に起きてくんな。久しぶりに遊ばせてよ。そうそう、遊びじゃねえんだ。いつもながらごっちゃごっちゃしてるやつだぜ。悪かったな。それじゃあ最初からクライマックスで行かせてもらうぜ。行くぜ行くぜ行くぜ。ジョーカー変身。
調子に乗るんだ。なんだこいつ、こいつが悪の根源。左、この力なんとかならないのか。これじゃあ手も足も出ねえ。それじゃあ今度はこっちの番だな。ゆっくりと料理させてもらうよ。手を貸せ。何を。仮面ライダー龍騎。うわ。なぜだ。わからないのか。このベルトが。ベルト。ああ。違う。一番の主役はこの俺だ。なに、俺も。ああ、通りすがりの仮面ライダー DK。 お前も仮面ライダーベイビー。それならこれだ。そうはさせない。こいつは俺の仲間のお宝だ。お前たちに渡すわけにはいかない。ああ、しまった。また失態を見せましたね。お前たちのような役立たずには不運だ。こうして、ガイアメモリの強力な毒素、怒りや憎しみといったマイナス感情と反応し、使用した人間を暴走させ、心まで完全な化け物へと変貌させてしまうんです。すでにお前は戦うためだけの怪物だ。さあ、私のパワーを使ってこいつらを撲滅しよう。異様な殺気だ。このままじゃやられる。みんな、今こそダブルとの約束を果たす時だ。大きな声で応援するんだ。みんなの声が風になってライダーにパワーを与えてくれる。一言でいい、ライダーだ。いくぞ、せーの、ライダー。もう一度、せーの、ライダー。みんなの声の風だ。なんて心地いい。俺にも伝わる。震えてくるぜ、チキシュー。俺たちは励まし合い、助け合い、一緒に進化していく仲間だ。リケイド、今はお前に仕切らせてやるよ。今こそクライマックスで、これ以上好き勝手にはさせない。この命守ってみせる。振り切せ。の力を蘇る。オースタード。どうしたはずのイマジン。悪あがきというものだ。行くぞ。おお。助けてよ。みんなが応援で仮面ライダーは強くなれる。みんな行くよ。せーの、ドン。なんだと。俺たちは遊びでやってんじゃねえんだ。面白がってんじゃねえ。ああ、わかった。それじゃ真剣にやらせてもらおうか。ベレザピープ、こいつらを撲滅しよう。オースタード、仮面ライダー、ここにもいるぞ。
実施点自然と体が動く。そして貴様みたいな悪党と戦うとものすげえパワーがこの拳にみなぎる。お前たちに負けない力、それを今見せてやる。調子に乗るな小僧。私もせえ。私はもう見て、エクストリームで飛んでこい。わかった。今こそ俺たちが二人で一人になる時だ。翔太郎、僕は今無限のデータベースの中にいる。この力なら負けるわけがない。見せてやろうぜ俺たちの力。エクストリーム、これがサイクロン・ジョーからエクストリームだ。ダメだ、最強フォームに変わったわ。何、地球の記憶は私のものだ。誰にも渡さん。行くぞフィリップ、いつでもどうぞ。絆とは決して断ち切ることのできない深
つながり。さあ、お前の罪を数えて。俺たちは忘れねえ。ずっと一緒に戦ってきたけど、お前たちを叩き潰す。俺たちの正義の力で。さてと、そろそろ決めますか。
人の仮面ライダー、仮面ライダーダブル、エクストリーム、アイデアハク。いい報酬だ、助かったぜ。かっこいい。いいもんだな、力を合わせるって。届けてやってよ、そのドライバー。ああ、必ず届ける。また会おう。きっとだ。